今回、チャンさんの展覧会を見に台湾に来ました。展覧会は森っていうタイトルだったんですけども、それがお母様のための展覧会ということで、自分のコレクションの中から選んだ明確なコンセプトのもとに、すごいいっぱいある作品の中から選んだのがすごい大変だったと聞いたんですけども、そういうような形の非常にパーソナルな意味で出来上がった展覧会っていうのはあんまりないと思うんですよね。その中で作家が思った子どもの頃であるとか、お母さんのことであるとか、家族のことであるとか、そういったものがこうチャンさんとつながっていって選ばれているんで、とってもこう説得力のある展覧会になっていて、ある意味こう心をこう動かされるような展覧会になってて、すごく素晴らしいと思います。